皆さんこんばんは。ワイラインニュース山崎です。今日は2015年の5月の15日ですね。曜日は金曜日、時間がまた遅れまして午後6時31分ということです。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップされてますように、なぜ日本では権力犯罪の首謀者と共犯者が誰一人として個人責任を追及されず免罪されるのかというのが今日のメインテーマですね。これは何かというと、鹿児島でですね、県議選の選挙運動中、買収したと、あるいは強要したということで、7人ですかの人たちが完全にでっち上げてですね、逮捕され、起訴されたという渋谷事件というのがあったんですね。2003年4月ですね。17人の被告がですね、結局無罪になったんですね。それで昨日ですか、鹿児島地裁でですね、この17人が国と県を相手取って賠償を求めたと、2億8600万円の賠償を求めた訴訟で、結局減額されて5980万円の支払いを国と県に、命じたということで、原告側が勝訴したということで、これは鹿児島地裁ですね。鹿児島地裁の吉村裁判長、自白を強要した警察の取り調べは違法と、漫然と公判を継続した検察にも合理性はないと違法性を認めたということなんですけど、これで原告が勝った方というふうに喜んでてもしょうがないですね。というのはなぜかというと、結局このでっち上げた17名の人たちをでっち上げて無理やり逮捕して長期拘留して、その間に自白拷問してですね、自白を強要した警察官、そしてその警察から送検されて自ら、要するに無実だってことが分かってるわけですね。で、無実だって分かってても有罪になるように、これまたでっち上げた検免調書っていうのを作ってですね、それで起訴したと。そして、さらに、鹿児島地裁ですよね、裁判官がいわゆる被告たちの法廷での証言はほとんど耳にかかって傾けないと、検事が言うことを取り入れるというのが日本の裁判官なんですね。で、結局、彼らに有罪判決を出したという裁判官がいたわけですよね。で、結局裁判では無罪が確定したんですけど、これら権力犯罪に加担した警察官、検察官、裁判官、そして、警察情報を垂れ流して、これら17人の無罪、無実な人間をですね、あたかも犯罪人のようにして報道した大手マスコミの記者、彼らに関しては一人も権力犯罪の首謀者あるいは共犯者として訴追もされないと、免罪されると。で、彼らは何事もなかったかのように漫然とですね、警察官だったら警察官を続けると、おそらく昇進してるんでしょうね。2003年ですから12年ですから相当昇進してるはずですね。あるいは検察官もそうですね。で、裁判官、そして、今言いましたように、大手マスコミの記者と、彼らはまさに免罪されてるんですね。で、その代わりに国とか県が被告になって、今回も5980万円を国と県が支払うと。で、そのお金は一体どこから来るかというと税金なんですよね。国民の金なんですよね。ですから彼ら、いわゆる権力犯罪者は刑事訴追もされず、から賠償金も払わないと、完全に免罪免責されているというのが
日本の現在の刑事司法なんですね。ですから、まあ、この裁判、昨日の裁判ですか、勝訴ということで、まあ、当然ながら原告の人は喜んでるんですけど、でこの12年間の間にですね、亡くなった方がいらっしゃるわけですよね。でそういう人たちの無念を晴らすという意味では、まあ、裁判に勝ったということは喜ばしいんですけど、でも全然それではいわゆる社会的正義、正義は一体何なのかと勝手にでっち上げて、17人もですね、おそらくもっとたくさんの人を逮捕してるんですね。それで拷問して自白を取るという警察官、彼らは何事もなかったかというね、日常生活を再び送ってるわけですよね。でこんなことが許されるのかということですよね。今日の、ま、メインテーマはすでにメインテーマに入っちゃって入りましたけど、要するに私が言いたいのは、この判決がいわゆる原告が勝訴したという判決ですけど、そのまま喜んではいけないんだと。なぜならば無実の人間を無理やり逮捕、長期拘留し、拷問して自白を強要し、偽の供述書を作成した警察官、無実であることを知りながら検面調書をでっち上げて、検面調書っていうのは検事が作る調書なんですね。でっち上げて起訴した検事、被告の主張を聞かず検事の主張を採用して有罪判決を出した警察官、そして警察情報をそのまま垂れ流して無実の人間を犯罪人として報道した大手マスコミ記者、彼らは誰一人として権力犯罪の首謀者あるいは共犯者として断罪されないのが日本の刑事司法なんだということですね。土山純一さん、お茶ですね、1、2、3、4杯、5杯ですね。からコンティニューコインですね、は2枚ですね。ありがとうございます。からシカ子さんが、しぶし事件ですね、ウィキ、鹿児島県警二課が自白強要1年以上にわたる異例の長期拘留等の違法調べ事件と。これ要するにあれでしょ、強要したっていうか選挙運動員たちがなんか一人当たり5000とか1万円とかなんかで強要したっていうことの全くのでっち上げなんですけど、たかだかたとえそれがあったとしても1年以上拘留するかとこういうことですよね。でなぜこのようなことになるかというと、これは日本国憲法第17条の規定なんですね。これはひどい規定ですよ。何人も公務員の不法行為により損害を受けたときは法律の定めるところにより国または公共団体にその賠償を求めることができると。だから公務員、実際に権力犯罪を行った公務員個人に対して賠償を求めることはできないというふうになっちゃったんですね。ですからこの条文がある限り日本の権力犯罪は永久になくならないということですので、我々が望む来るべき市民革命政権というのは、まず最初にこの条文に第2項を設けると。で国民が権力犯罪を犯した公務員の個人責任を刑事と民事で追及できるようにするように、変えるというのが絶対必要ですね。ですからなんで日本では冤罪が繰り返されるのか、権力犯罪が繰り返されるのか、最大の権力犯罪というのは昭和天皇の戦争犯罪ですよね。あるいはあの時に特攻官僚として国民を治安維持法違反で、おそらく数十万人を逮捕拷問したという特攻官僚、戦争犯罪人と国民弾圧をした特攻官僚が、まあ、首謀者だろうと。それから共犯者としてはいわゆる財界人とか、あるいは学者とか、あるいは裁判官とか、あるいは何ですか、右翼暴力団とか、あるいはマスコミですね。
等々があるんですけど、結局彼らがほとんどその権力犯罪を免責されたと。でそれが象徴天皇制のもとにですね、岸信介のところに、彼が永久戦犯を逃れて、CIA の工作員になるということで、釈放され、で1952年に、何でしたっけ、復興連盟が、日本復興連盟という政治団体を作って、で総選挙なんか出たんですね。で彼を中心、彼の周りにいわゆる戦前の戦争犯罪人なり、あるいは国民弾圧を率いた特攻官僚とか特攻司法ですね、あるいは満州の人脈ですね、麻薬関係とか、あるいは馬族とかですね、工作員とか、なんとか機関とか、小玉機関とか等々が全員集まって、それで1955年のいわゆる保守合同、 CIA が資金を出して保守を合同させたということで自民党が誕生して、その初代幹事長に岸信介がなって、その3年後に彼は日本の総理になっちゃうという、普通だったらありえないような展開になったんですけど、結局公務員、の権力犯罪がですね、ずっと見過ごされてきたというのが日本なんですね。ですからこの憲法第17条もいわゆる公務員の不法行為によって損害を受けたときは、国または公共団体、いわゆる国家国売法ということで、いつの間にか国あるいは県とかですね、党となっちゃって、党の本人が引っ込んじゃうんですね。ですから、まあ今日のこの渋谷事件の国売で勝ったということで喜んでるばかりじゃないですよ、当然のことですよと。でこれも2億何千万の当初の2億8600万を値切ったんですね、5980万に値切ったと、値切ったと、だから3分の1、4分の1か、4分の1以下にしちゃったということで、決してこれは諸手を挙げてですね、よかったよかったというような内容ではないですよね、というのが今日のメインテーマですね。シカゴさん、渋谷のウィキ、シカゴさんリツイートですね。なぜ日本では権力犯罪の首謀者と共犯者が誰一人として個人責任を追及されず免罪されるのかと。から高橋さんですね、なぜ日本では、今日のメインテーマですね、誰一人個人責任を追及されず免罪されるのかという、ワイワイニュースライブただいま配信中と。シカゴさん、コンティニューコインありがとうございますと、コインをよろしくお願いしますということですね。それから昨日の放送の後コメント欄に投稿していただいた砂月さん、安倍政権の違憲安保法制閣議決定を許さない上杉和秀、知られざる真実と、上草さんですね。それから自衛隊の緊急発進急増も嘘と、まるでサイコパス安倍首相の安保法制改憲の策術を検証と、リテラス、サイコパスというのが出てきましたね。要するに社会的人格破壊者なんですね、気違いなんですね。だからまともじゃないんですよね。それから砂月さん、米国務長官が露国を訪問して対話を始める一方、公選派のマケイン上院議員、キエフ政権の諮問委員と、桜井ジャーナルですね。ですからオバマはあと任期が2年ぐらいしかないということで、もう決死の勢いでですね、マケインをはじめとするブッシュとかチェイニーとか等々のいわゆる ネオコンをですね、一斉逮捕しろって言うんですよね。彼らは本当世界第三次世界大戦を狙って
L ネオコン、シオニスト、ネタニエフからサウジアラビアですね、この三国同盟のシオニストを壊滅させるというのが彼の最後の任期だと思いますけどね、自分が殺されてもいいというぐらいの覚悟でやれよと。シカゴさん、あ、これはあれですね、昨日のあれですね、ということをですね、ステインキーさん、コンティニコインですね、ありがとうございます。シカゴさん、渋谷事件は自民党公認の現職3人が無投票で再選される見通しが、渋谷町議会議員中山無所属で出馬し、一転して4名による選挙戦で中山は3位で当選と、自民党圧力で警察による冤罪事件という。なるほどね、まさにこれはあれですよ、山口県と同じですよ、鹿児島は自民党王国ですから、そこに、突然無所属で、第4候補が現れて選挙戦になっちゃったということで、自民党が圧力をかけて警察にでっち上げで、逮捕させるという。だからこの圧力をかけた自民党の人間たちも当然ながら権力犯罪の首謀者の一人なんですよね。で、大手マスコミは全部知ってるわけですよ、誰が圧力をかけて警察の誰が中心にして動いたかと、全部知ってんだけど彼らは一切言わないとね。高橋さん、17条何人も公務員の不法行為により損害を受けたときは法律の定めるところに国または公共団体にその賠償を。だからまあ国とか公共団体のいわゆる責任を求めるというのは第1項としていいんですけど、第2項として、不法行為によって損害を受けたときは不法行為を犯した公務員の個人責任も刑事と民事で追及できるという第2項を設ければいいんですよね。それがないから結局個人責任が一切追及されず、例えば公務員の権力乱用罪という、まあ刑事法、刑法にはおそらくあると思うんですけど、ほとんど使われてないと、あるいは裁判では全て、門前払いか、あるいは裁判では勝てないということなんですけど、憲法の上でですね、明快に個人責任を刑事と民事で追及できるというふうにはっきり書けばですね、どんどん追及できるんですね、というのが今日のメインテーマですね。それから今日の、キャッチコピーをちょっと、アップしたいと思いますので、ちょっとお待ちください。夜直しネットテレビ山崎康彦のワイワイニュースライブは視聴者数100万人括弧3年間もうすぐ3年なんですね。毎日1000人が視聴する真実、事実を追求するタブーなき報道番組です。ということですね。まあ午後5時ぐらいから放送されますということですね。それから、テキスト台本。そうですね、高橋さん、第2項を設けると。放送のテキスト台本は閲覧者数1050万ページビュー、8年間、前に1500人が閲覧する真実事実を追求するタブーなきブログ、杉並からの情報発信ですね、読めますということですね。高橋さん、憲法第17条に第2項を設け、刑事&民事双方で不法行為の責任を
追及可能にすると個人責任ですね。だからシカゴさん1年間拘留で国と県に約6000万円元被告人は言ったら460万ですって。1年間拘留され拷問されひどいもんですね。それで、今日 の、 あのスローガンというふうに言ってましたけど、ちょっとスローガンだといまいち分かんないのかということで、今日の呼びかけというふうに変えたんですね。それで今までは9つあったんですけど、昨日の例の内閣には法律の起案権も国会への提出権もないんだということで、10項目目ニューとして、すべての国民を日本国憲法第73条と第41条に従えば内閣には法律の起案権も国会への提出権もないのだと。法律の起案権と国会への提出権は国会が持っており、国会議員の職務なのだと。したがって歴代自民党内閣が起案し国会に提案し国会で成立させたすべての法律は無効であることを自覚せよというのが今日の呼びかけの10番目ですね。これは重要だと思うんですよね。だから去年成立したいわゆる特定秘密保護法、あれも北村はじめ以下が内閣に出向している官僚、公安官僚が1から100まで細かい条文まで全部、作成して起案し、内閣で、閣議決定して、で国会に、提案して、それで、国民の大反対を押し切って強行を採決したと言うんですから、これは無効だということですよ。ミルキーさんお茶ですね、ありがとうございます。シカゴさん夜直しネット、これはキャッチコピーですね、ぜひ拡散させてください。今ようやくあれですね、大手マスコミテレビのダメさ加減が皆さん分かりかけ始めたということで、やはりネットでも、玉石混交あるんですけど、信頼できるネットの発信情報っていうのはようやくなんか人々の耳に届き始めたかなという感じがしますよね。やはりネットなんですね。ネットで、いわゆるタブーなく真実事実をどんなにこう圧力かかろうが妨害かかろうがやるんだよという決意を持った人がネットで情報発信するっていうのはこれからますます必要になってくるし、絶対これがないと勝てないんですよね。戦前はネットがないと、結局大手マスコミが全て握ってたということで、国民は何にも知らされず、嘘の情報大本営発表報道に踊らされてですね、ミッドウェー海戦が勝った勝ったと、実際はなけなしの空母4艘も撃沈され、航空機、戦略機が撃墜され、将兵3000人が殺されたという大敗北なんですけど、大本営発表は米空母一艦を撃沈、一艦を大破とかね、勝った勝ったで提灯行列になったというとんでもない嘘の情報で、それを戦前の国民は本当かどうかを検証する術がないんですね。ネットがないんですね。でも今は我々ネットがありますので、世界中の情報を集めようと思えば集められると。で問題は何が石で何が宝石かっていう、いわゆる情報の信頼性を自分で判断しなくちゃいけないということですので、よっぽど自分の感性なり分析力なり等々を磨かないと、変な誘導目的の情報に惑わされちゃうということですよね。
トネさん、民主党の中で TPP 反対の声を上げ、TPP を慎重に考える会を立ち上げた山田雅彦元農水省、 TPP と消費税増税に反対して民主党離党、さらに議席も失ったと。ああ、なんで議席失っちゃうんですかね。あ、そうか。そうですよね。あの、去年の12月のあれで無所属で出て当選しなかったんですよね、山田さんね。でもすごい、あの、真面目な人で、TPP 反対で国会前で座り込みをしてましたよね。高橋さん、戦争法案閣議決定をはじめ、違憲行為のすべては無効であると。全くそうですと。なんで安倍内閣を放置されてしまうのかと。憲法学者、識者はもっと、本来はあれですよ。最高裁判所の長官が安倍のをやってることはすべて憲法違反だというふうに言うべきなんですよね。憲法学者も言うべきですよね。大手マスコミ言うべき。から野党も言うべきと。全部言わないんですね、これ。何なんだと。金で買収されてるんですかね。あるいは言うと自分の職を失うと。こういうことで沈黙してるんですかね。で、今日の画像ですね。安倍晋三がまたもう大嘘をついたということで、これですね。昨日の閣議の後の記者会見、日本が再び戦争をするような国になるということは、断じてありえないという、また大嘘ついたんですけど、アミテージというジャパンハンドラーズ、彼が本音言ってるんですよね。首相訪米の意義は何かというと、日本周辺でアメリカ人を守るため、自衛隊も命を懸けるという先制本だと。まさにジャパンハンドラーズの本音を彼は言ってるんですよね。で、これと、それからこの戦争するような国になるということは断じてありえないというのと、どう説明するのと。自分が頼りにしているジャパンハンドラーズのいわゆる司令塔の一人であるアミテージが、いわゆる安倍がのこのこ あのアメリカに来て、で、上下院の合同議会で演説して、で、国会のスケジュールも全然決まんないうちにですね、安保法制を夏までに仕上げるという、バカなことを言ってると。要するに彼らにとって、アメリカにとってこれなんですよね。ようやくアメリカ人を守るために自衛隊も命を捧げるようになったな。それを先制しただけ。ということなんですね。で、まあ、安倍の妄想っていうのは、典型的なこれですね、全電源崩壊が起こり得ないという、2006年12月の国会答弁書なんですけど、これがここに書いてありますように、衆議院議事録から削除されてたと。これは共産党の吉井衆議院議員、の質問収集に対して、政府答弁として答えて、で、日本の原発は福島第一原発を含めて世界一安全基準を達成している原発ですので、たとえ、大地震なり大津波が来ても全電源崩壊は起こり得ないと。これと同じですよ。戦争、再び戦争するような国になるということは断じてありえないと。全く大嘘なんですね。で、彼はこの2006年12月のこの答弁によって、福島第一原発のいわゆる非常用電源が津波によって水没するという危険性を指摘されて、東電内部では丘の上の方に移動させるっていう案が討議されたんですね、討論。で、それにまあ50億ぐらいかかるということで、結局こういう全電源崩壊が起こり得ないという安倍の答弁を盾にして、そんな金かけられないという当時の勝又会長以下の東電の首脳がそれを蹴っちゃったんですね。で、そのために2011年3月 3.11 の大地震の後の大津波で、埋没しちゃったと、水没して、
全電源が崩壊しちゃったと。だからこいつはあれですよね、自分の言ってることが全くの嘘だったということを一切反省もしないと。周りがなんで野党は言わないの、共産党も言わないんですよ、これね。何なのと。大手マスクも当然言わないということですよね。それと、あ、そうだな。それで、4つ目。これですね。正社員ゼロ法案を作った厚労省富田望み受給調整事業課長と、から厚労省の塩崎真由。彼なんですね、これ。官僚。で、彼はですね、講演をして、その講演の中で物扱いだったのがようやく人間扱いするような法律になってきたと思うという、いわゆる派遣労働者を物扱いするような、物扱いだったのがようやく人間扱いするような法律になってきたと思うという、これは厚労省担当課長、正確に伝わる残念、派遣労働者を物扱いと発言と、今年の1月27日ですね。これがこいつですよ。厚労省の富田望という、こんなの本当あれですよね。国民は公務員を罷免する権利ありますんで、憲法第15条ですね。罷免すると。即刻罷免ですよ、こんなの。ということです。それから今日の推薦映像ですと、これは総統閣下が都構想の失敗で怒りのようですという、これは大阪都構想パロディ映像ですね。これぜひ、見ていただきたいと。住民投票は日曜日ですかね。あ、こっちじゃないな。高橋さん、全電源崩壊は起こりえない、再び戦争することは何してありえない、どちらも大嘘と、安倍晋三は詐欺罪並び殺人罪に問われては全くおかしくない、本当あれですよね、まともじゃないよね。自民党が堂々と掲げていた嘘つかない TPP 断固反対ぶれないと思い出しますという、まさに自民党はそうなんですね。TPP 断固反対でポスターなんか貼ってたんですよね。高橋さん、もちろん司法、野党も、でもその当たり前のことはできない。異常極まりないとしか言いようがないという。まさに異常な事態ですね。シカゴさん、議事録抹消、思い出せ。安倍首相は福島原発事故の主犯だったと、リテラ。安倍首相。心臓が原発事故前に全電源そしてありえないと、地震対策拒否、責任取れと、まさにそうですよね。だから大嘘つきなんですね。だその大嘘つきをが首相という名前をかぶってるから、みんな記者会見して、大嘘800をそのまま垂れ流すということで、なんで批判しないのと。あんたの言ってることは嘘でしょと、戦争そのものをやりたいんでしょと。で、このアミテージのこれをあれですよ、アミテージさんはこう言ってますけどどう思いますかって、なんで突っ込まないのと。そう、ようやく自衛隊がアメリカ人を守るために戦争をするようになったことを確認しに来たんだと、この前の安倍は。そうアミテージさんが言ってますけど、どう思いますかっていうふうに突っ込めよということですよね。自民党今回解散の時、アベノミクス解散しか言ってないという、トネウンガさん、ウンガトネさんですね。推薦映像、これは、ぜひ、なんか10万回ぐらい行ってんじゃないですかね、もう。総統閣下が都構想の失敗で大怒りのようですという、これは本当よくできてるパロディ映画ですね。
ヒトラー最後の7日間をパロディ化したんです。これですね。はい。それと今日の日本国憲法、今日取り上げましたけど、憲法第17条ですね。これを、これ知らないと思うんですね、皆さん。だ、公務員は保護されていると。これですね、何人も公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国または公共団体にその賠償を求めることができると。だ、国または公共団体に賠償を求めることができるってことは、公務員の個人には賠償を求めることはできないってことを言ってるんですね。そして、座右の銘の A ですね。これの最近のやつですね。ああ、これはあれですね、9番目あ、じゃないや、今は12個あるんですけど、11番目ですね。安倍晋三ファシスト&岸外首相とその一味の極右ファシスト 一味たちよと、その仲間のか、お前たちが日本国憲法にドイツのような国民による抵抗権行使の規定がないことをいいことに、やりたい放題の暴政を繰り返しているが、憲法に規定があかろうがなかろうが、あろうがなかろうが、国民により信託された政府が不当な権力を行使して国民の生命、財産、平和、尊厳、生活、独立を破壊する場合には、国民に自然権としての抵抗する権利が我々に付与されていることを肝に銘じておけというのが11番目ですね。で、12番目がこれ、彼らが最初共産主義者を攻撃した時ということで、ドイツのルター派牧師であり反ナチス行動で知られるマルティン・ニーメラー氏の死ですね。ナチ党が共産主義を攻撃した時、私は自分が多少不安だったが、共産主義者でなかったが何もしなかったと。ついでナチ党は社会主義者を攻撃したと。私は以前前よりも不安だったが、社会主義者でなかったが何もしなかったと。ついで学校が、新聞が、ユダヤ人等々が攻撃されたと。私はずっと不安だったが、まだ何もしなかったと。ナチ党はついに教会を攻撃したと。私は牧師だったから行動した。しかしそれは遅すぎたということですね。ですから、安倍の暴走を食い止めるのは我々なんですね。躊躇しちゃダメなんですね。シカゴさん、公務員個人に賠償請求不可。第17条、これですね、何人も公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところより、国または公共団体にその賠償を求めることができると。ですから、これ国または公共団体が裁判で負けた場合、賠償金は一体誰が払うのっていうと、国民が払うっていうバカみたいなもんですよね。国民が公務員の不法行為によって損害を受けたのに、なんで国民の税金がその賠償金に当たられるのと。権力犯罪、不法行為をした公務員の個人責任が完全に免罪されてるんですね。高橋さん、首相とは言われていても憲法から逸脱しているので、本当は安倍内閣の存在自体が無効でなければならないのに放置されてしまって、日本の以上と。そうですよね。首相というふうに思うからいけないんで、要するに、ファシスト&岸外がたまたま権力を握っちゃったと。その選挙制度自体がたかだか 17% 有権者と、それからカルト宗教の 7.4% の740万人の合わせて 24.5% の有権者の支持を得れば、衆議院の3分の2、参議院の2分の1以上の議席を取っちゃうという、全く民意を反映しないこの小選挙区比例代表制の選挙制度自体が問題なんですよね。マツコさんですね、ツイキャス配信中、なぜ日本では権力犯罪の首謀者と共犯者が誰一人で個人責任を追及されず免罪されるのかと。こんばんは、お邪魔します。配信ありがとうございます。マツコさんですね。ということです。
それと、ドイツの基本法第20条にあるんですね、抵抗権というのがね。第4項、すべてのドイツ人はこの秩序を除去しようと企てる何人に対しても、他の救済手段が存在しないときは抵抗権を有すると。だから安倍がドイツで全く同じようなことをして、いわゆるこのドイツ基本法を根底から否定すると。民主主義を否定すると。主権在民を否定するということを強行すれば、当然ながら抵抗権を発揮してドイツ国民は彼を殺す可能性がある。でそのことがこの憲法基本法第20条の4項に、合致しているということであれば彼は無罪なんですね。抵抗権を行使したということで、正当化されるということですよね。それから財政支援のお願いですね。これはよろしくお願いします。それから全国津々浦々に家族勉強会と草の根勉強を立ち上げ、日本国憲法、日本の近現代史、日本の搾取と支配と搾取の構造、世界の支配と搾取の構造を学ぼうと、徹底的に学ぼうということですね。不正選挙、警察はずっと自民党のままがいいんですと、犯罪を犯しても捕まらない、不死身になれる。千葉敏郎さん、元愛知県警、そうですよね。警察のいわゆる公安情報というか選挙情報というのは一番あれですよ、正確なんですよ。区議選にしても、町議選にしても、県議選にしても、国政にしても、ものすごい情報を持ってますから、正確な。ですから、それが時の自民党政権に上がって、で、こいつを潰そうということになればですね、発動されるんですね。シカゴさんがあれですね、財政支援リツイートしてくれましたね、ありがとうございます。それと CD が今940名様ぐらいですかね、もうすぐ1000名ぐらいになりますね。大人は手遅れかもしれないが、子供たちに伝えなければならないことだ。で、安倍が昨日の記者会見で大嘘を言ってるということで、ちょっと原稿には取り上げたんですけど、どういうことを言ってるかというとですね、日本が再び戦争をするような国にはなるということは断じてありないと。から私たちは先の大戦の深い反省とともに70年もの間不戦の誓いを守ってきたと。これからもう私たち日本の誰一人として戦争など望んでないと、お前だろうと望んで、そのことに疑いの余地はありません。私たちは自信を持つべきです。時代の変化から目を背け、立ち止まるのはもうやめましょう。子どもたちに平和な日本を引き継ぐため、自信を持って前に進もうじゃありませんかと。だから自信を持って前に進むということは戦争するようにしましょうよという。だ全然あれですよね、整合性がないですよね。子どもたちに平和の日本を引き継ぐために自信を持って戦争する国になりましょうっていうのは全く整合性がないですよね。で、日本と世界の平和のために私はその先頭に立って国民の皆さんと新たな時代を切り開いていく覚悟でありますと、私からは以上でありますという、全くよこんな妄想を平然と述べられると思いますよね。シカゴさんは3通りの方法で、よろしくお願いします。CD ですね、ここで視聴ができますということで、YouTube ですね。本当もう、こんな首相は戦後70年、初めてでしょうね、こんなハレンチで大嘘をついて、自分が大嘘をついてるってことすらも自覚できない人間が、首相の権力を握っちゃってるということですよね。それで、
高橋さん、山崎さんの座右の銘は、11を私は自分の言葉のようにいろいろな場で言いたいと思っています。すでにちょっとしてますということで、ああ、なるほど。おこれは11っていうのはあれですよね、ドイツ基本法ですか、先ほど取り上げましたけど、11番目はど、なん、あ、これか、お前たちよか、これですね。10番目がドイツ基本法20条、11番目が安倍晋三ファシスト岸田首相とその仲間の極右ファシスト一味たちよと。だから我々自然観として抵抗する権利が持ってるんだってことを肝に銘じておくということですね。自民党っては今が平和じゃないんだなと。どうなりますか。こんばんは、遅くないと。ミールさんですね。大阪で今、平松さんを中心に、党反対、デモしてますねと。なるほどね。平松さんも本当、あれですよね。もう少し、おとなしすぎんじゃないですかね。平松さんが市長をやってた時は、財政再建できてたんですね。大阪市の債務は減ってたんですよ。で、橋本が大阪府の府知事の時は毎年3000億ぐらいのいわゆる特別の負債を発行させて、でそれを本来だったら税収の中に入れちゃいけないんですけど、それを入れてたんですね。それで表向きは赤が黒になったということで財政再建したんだと。ピカピカの儲かる会社になったんだということで、途中で彼は放り出して、市長選に出たということで、みんな大阪市民200万は騙されたんですよね。あきらさん、抜粋、報道は社会的に非常な大きな力を持っている立法行政司法の3つの権力にこの報道機関を加えれば第四権力とも呼ばれると。まあ一般的にはそうですけど、実際は第四権力としてのいわゆる行政権力に対抗なんか全然できないですよね。行政権力の一部に取り込まれちゃってるということでしょう。お茶ですね。サイラニアさん、機能してない、機能してないどころか台本発表報道で垂れ流してると戦前と同じですよ。あ、ミユさん、昨日も一昨日も官邸前で長時間の凱旋をしていました。若者がという、若者が登場してるんですよね。アキラさん、御意ですね。はい、ということです。で今日のトピックスですね。これはまあハフィントンポスト、最初はアメリカの戦争に巻き込むことは絶対ありえないという閣議決定で会見した会見内容をこうハフィントンポストが伸びてるんですね。ですから先ほど言いましたように、彼が全くの大嘘をついて、で戦争法案などといった無責任なレッテル貼りは全くの誤りであります。あくまで日本人の命と平和な暮らしを守るため、そのためにあらゆる事態を想定し切れ目のない備えを行うのが今回の法案です。じゃあこれは何なんだと、アーミーテイジが言っている。アメリカ人の命を守るために自衛隊も命を懸けるという宣誓をしたんだと、安倍が。これとどういうふうに言うのと。だこれもあれでしょう、おそらく彼が突きつけられたら、こんな発言を私はアミテイさんがしたとは思ってませんと、これはでっち上げじゃないですかって言うんですよね。それからリテラですね、これも先ほど一言だけ申し上げます。安倍氏ねと。では仕事戻ります。アキラさん、安倍氏、これは呼び捨てちゃいけないってことなんですかね、ちょっとわかんないです。
自衛隊の緊急発信急増も嘘、まるでサイコパス安倍首相の安保法制改憲の策術を検証と、これはリテラですね。これは先ほど、投稿していただきましたっけね。URL が貼り付けてあればそれでいいんですけど、私の方で URL 貼り付けますかね。これはなかなかの死ねの愛国表現ですと。ああ。安倍死ねって、ああ、なるほど。いやー、安倍死ねって考えてる人多いと思いますね。もうどうしようもないんじゃないと。死ぬしかないんじゃないと。キム・ジョンウンと同じぐらいですよね。アメリカの戦争に巻き込まれることは絶対にありえない。安倍首相、安保法制閣議決定で会見、ハフィントン・ポスト、これですね。シカゴさん、死ねの歪曲表現です。なるほどね。これですね、リテラの別のやつ、策術を検証、要するに嘘800。アキラさんですね、とラブ&ピース。失礼します。これですね。サイコパス。安倍首相。出ましたね、サイコパス。もうサイコパスっていうことすらも、もったいないっていうんで、気違いだと。私はずっと言ってますけど、最初はサイコパスって言ってましたよね。社会的、反社会的人格破壊者。それから、日本人は独裁と気づいていない気づいてない重症ですと。そうだね、利根馬さん、そうなんですよ。それと、昨日投稿していただいた安倍政権閣議平均13分発言の事前提出で形骸化ということで、13分ですよ、閣議が。けんけんがくがくの閣内での、自由な議論が一切、保障されてね。だみんな官僚がついた、作った、文章を棒読みして終わりと。何が閣議だって。これ毎日ですね。これですね。ミユさん、アメリカの戦争に巻き込まれなくて、自衛隊が国民を守るために外国へ行くとは、日本自身が戦争をすることでしょうかという。自衛隊が国民を守るために外国へ行く。アメリカの戦争に巻き込まれなくて。ということは、自衛隊独自で行くとこういうことでしょうね。ということは、例えば、イランが機雷を敷設すると、ホルムズ海峡かな、そうすると日本の油の輸送船が取れなくなるということで、アメリカは前からですね、アミテージない報告書なんかで、アメリカ軍を頼みにしないで、自衛隊が独自に行きなさいと、独自に総会しなさいと。を言って、彼は集団的自衛権行使容認の一つの例として挙げてるんですね。機雷除去戦争法案を平安法と言い換えろと。安倍政権が戦争という言葉の取り締まりを本格化、リテラルということですね。それで、例のなんでしたっけ、オスプレイが突然横田
2配備になるという決定が日米政府からなされたと。それは一体何かというと、要するに内報告書なんかで明快になっているのは、もはや沖縄等々に米軍が巨大な基地を単独で設けている時代じゃないと。中国のミサイル技術の飛躍的な発達において、大きないわゆる攻撃対象になっちゃうんで、むしろ米軍の巨大基地をなくして、日本の全国にある自衛隊に寄生すると。で、日米共同で、軍事作戦ができるようにすると。そのいわゆる日米共同作戦の軸としてオスプレイを使うということですよね。ですから横田基地にオスプレイが配備された途端ですね、米軍と自衛隊が共同で訓練するということで、それが各地の自衛隊基地に飛来して共同で訓練するという、いわゆる日米共同軍事作戦の目玉としてオスプレイを考えているということでしょう。オスプレイの飛行経路も米軍住宅街を外してんですね。落ちるからね。チカコさん13分。利根運河さん、今日埼玉県入間市など政府に横田反対を申し出ましたということですね。だ、横田のなんか反対声明じゃなくて、当事者の市町村横並びのなんかあるらしいんですけど、反対まで言ってないんですよね。なんで反対言わないのということですよね。ということで、NHK の字幕が早いと思いましたというシカゴさん。要するに原稿が言ってんでしょ、ミュウさん。大本営発表そのままの垂れ流しという。入間は飛行空路になるから反対早かったですね。なるほどね。今日のトピックス。もう2番目かな。閣議決定13分。閣議平均13分では3番目なんですね。4番目。これ重要ですね。米上院 TPA 大統領貿易促進権限審議入り拒否と TTP 推進に痛烈な打撃という新聞が書かれた。これは重要ですね。要するに上院でオバマが大統領権限すべて任せてくれと、議会のいちいち事前承認を取らないよということを要求してたんですけど、上院は賛成52、反対45で必要な賛成60票に届かず否決されたと。こういうことですね。で、TPA っていうんですね。大統領貿易促進権限というんですね。TPA。P っていうのはプレゼンシャルか。A っていうのが促進。否決されたことで痛烈な打撃、ワシントンポストを受けたということで、ここで止まっちゃいましたね。で、なぜかというと、そっか、議会で多数を占める共和党、野党と共和党は早期の審議入りに向けて改めて動議を出す構えと。民主党側にも妥協点を探る協議に応じる動きがあり、今後の展開予断を許さないということですね。で、クーンズ議員民主は12日、否決は TPA 推進者への強い警告だと、労働者の権利擁護や為替操作制限なしには前には進まないということだと指摘。ブラウン議員民主党は、
採決に先立って労働者保護もなし、TPA 法案を可決するのは労働者や中小企業の裏切りだと述べたということですね。から米消費者団体パブリックシティズンも同日声明で TPA 条文案を見た議員の多くはひどい合意だと思われ警告しているとし、同議否決を歓迎したということですね。それから6番目、これなんか変な動きなんですけど、テキサス州に戒厳令、クエスチョンマーク、軍事演習めぐり陰謀論、背景に左右極右勢力の発言力増加やオバマ政権の反感があるという共同通信、産経ですね。これはなんか突然出てきたんですけど、テキサス含めたアメリカの南西部7州にまたがって、7月15日から9月15日、2ヶ月間もですね、アメリカの米軍の特殊部隊1200名が演習をするということで、それに対して特にテキサスは、共和党の知事で、極右オバマに敵を持っている極右の拠点なんですね。で、物資の拠点もある。で、これがそうなんですけど、この赤がですね、いわゆる敵、赤いところが敵と米軍が一応見てる州なんですね。で、これを見てテキサスの共和党の知事とか、あるいは極右ファシストたちがですね、これはオバマが戒厳令を準備するための事前の処置じゃないかということで、謀略陰謀論等々が盛んになっているということですね。あ、これはデモクラシーナウの方ですね。米国にこびるためなら切れ目なく嘘を言い続ける安倍、情けない日本政府に国民がゆいゆい略々と従っていくだけだったら未来はありませんと。これだ、テキサス州の戒厳令と、クエスチョンマーク。なんか不安な動きですね。ああ、毎日だち。これですね。今は63分18秒、閲覧67名様、計128名様、コメント76件、プラスコンティニューコインとお茶ですね。ありがとうございます。それと、さっきの正社員ゼロ法案、ペーパーの中身と厚労省問題課長が作った日刊伝談。これもぜひ、高橋さん、アイボニエさん、その通りです。政治を変えれば未来はありますが、今のままだと被爆による人口減少および戦争による、これですね。で、で、安保法制と並んで今国会の目玉となっている労働者派遣法改正案、これが通れば、これまで一部業務を除き3年に限定された派遣期限が撤廃され、派遣社員は一生派遣が固定化されると。で、野党は猛反発しているが、何が何でも法案を通したい厚労省の札付き課長ですね、さっきの派遣労働者は
人間扱いしてないという。これですね。これですね。物扱い。とんでもないインチキペーパーを作っていたことが発覚したと。ペーパーには同法が10月1日まで改正されなければ訴訟が乱発する恐れ、大量の派遣労働者が失業、派遣事業者に大打撃、派遣先や迅速に必要な人材が確保できず経営上の支障が生じるなど書かれていて、改正案を今国会で通し9月中に施行しないと大量の失業者が生まれ社会を大混乱するかのような内容をでっち上げてるんですね。ひどいねこれ。こいつですね。これですね。富田望という厚労省の課長ですよ。でこれを推進してるのが塩崎厚労大臣ですね。からこれもしたいですね。自民17年3月まで避難解除、住民帰還に向け提言という共同通信。共同通信もよくこんなのをそのまま垂れ流すよね。あ、こっちじゃない、こっちでか。自民党は日本人から人権を奪うつもりでしょうかという、まさにそうです。これこそが福島県民200万人の人権そのもの、生存そのものを否定するようなものですよね。自民党っていうのはろくでもないんですよね。自民17年3月まで避難解除ですって、住民帰還に向け提言ですって、もうすでに奪ってしまう政策をしまっていますという。高橋さん、から今日の重要情報ですね。安倍政権に戦争の準備をさせているのは92年に作成されたネオコンの政策で、中ロとの戦争もという桜井ジャーナルですね。だからネオコンというのは本格的に戦争するという前提で今動いているということですよね。でそのネオコンの世界規模の衝突に沿って動いてるのが安倍だということで、早いとこ安倍を打倒しないとダメだよということですね。これ桜井ジャーナルさんって非常にまあ内容が濃いあれですので、ぜひお読みください。それから、あ、今日はそういうことですね。ということで、要するに安倍心臓最高ファシスト&基地外首相とその一味が完全にもうファシストとして独裁体制権力を奪って、国民すべてを敵に回すと、それでもいいと、後ろにアメリカのネオコンがついてんだということで強気になってるんでしょうね。ですから我々はもう一日も早くああいう、ファシストたちを打倒しなくちゃいけないということで、でおそらくまあ明日明後日のいわゆる橋本徹のでっち上げた大阪都構想の住民投票で橋本に対して圧倒的に反対票が上回るということで、彼を退陣させることで、歯車が逆転するでしょうね。逆回転して、結局そのことによって、安倍が考えてた来年7月の参議院選で、自民党と公明党プラス橋本維新の会維新の党で3分の2以上取るという戦略がそこで破綻しますので、結局来年の7月に、過半数現在取れてるんですけど、3分の2取れなきゃですね、
衆議院は3分の2以上ですけど、参議院で3分の2以上取れなければ、来年、再来年、彼が予定している、日本国憲法改正の国民投票自体が発議されないということで、そこでもう終わりなんですね、彼にとっては。だから大阪は本当、ミュウさん言うように大きな鍵になりますよね。ですから大阪市民の、大阪だけの問題じゃなくて、日本国全体、憲法改正を可能にするかどうかというほど大きな問題なんですね。ああそうだ、今日は沖縄沖の日ですねと、トネウマさん。そうですね。1971年ですか、5月15日、シカゴさん、テキサス州に戒厳令と、軍事演習巡り陰謀論と大阪が大きな鍵になりますので、ミユさんですね。からアキラさん、ポスト安倍がいないのが遺憾ですねと、まともな政治家がいない、政治家ばっかりということで、だからもうポスト安倍とか同等じゃなくて、もう完全に自民党、公明党から維新の会を全部解体するということですよ。内有罪、外務官員の極刑に値しますという、まさにそうですね。新宿で辺野古のデモをしてますという。いやー、ミュウさんですね。だから、至るところで、デモをして、それが一つの、反ファシスト、統一戦線に、安倍の反ファシスト、統一戦線として、野党共闘ができるかできないかっていう、それが鍵でしょうね。そうすれば、自民党、公明党に代わる、より民主的な政権が登場すると。で、その中に我々の市民革命派も登場するということはできるんですね。ファシズムの実現ですね、まさに。高橋さん、シカゴさん、自民17年、これは避難解除、あれひどいものですね。カルディコット博士が言ってるように、福島っていうのは300年どころか1000年経ってもきれいになんかなれないです、ならないですよ。人が住める状態じゃないんですよ。だからに福島県民200万人を全員家畜とペットを共にして集団移住すると。で、全ての経費は国が持つと。それとメルトダウン、メルトスルー、メルトアウトした核燃料3つの原発計300トン近いんですね。それをどういうふうに完全に封じ込めるかということで、国の金使って世界の英知を結集して早急に封じ込め作戦する。この2つですよね、今やらなくちゃいけないの。だこれは自民党、公明党、創価学会等々は絶対できないですから、彼らに政権を一日でも長くするってことは、我々の生命、財産、自由、主権、在民、独立、平和等々が破壊されるということですよね。戦争は自衛隊が行くもの、戦場は遠い、外国という甘さは通用しないと。相手国には反撃の権利があると。本土が攻撃され、さらせると。日本全土がガザ地区と、まさにそうですね。敵と思えば攻撃されますからね、日本は。現実はチェノブイリの前例があるにもかかわらず、それを無視した棄民政策と。高橋さん、まさに棄民ですよね。平和が第一、原子力、住民を強制的に規制庁と。砂月さん、ということです。昨日の官邸前デモをツイキャスで、見てたのですが、暴動になるのではないかと心配でしたと。若者がかわいそうと。ようやく若者もやばいと思って立ち上がりましたね。ということで、今日は74分51秒ですね。69、閲覧150名様。105名様ですね、コメント。高橋さん、日本全土がガザ地区になると。
尾長知事が辺野古移設の阻止を県政運営の柱に掲げ、政府に計画の中止を要求、今日復帰43年、平和行進出発、民主主義問い直すと、琉球新報ですね。そうですね、明さん、文化は平和主義だが、賛成も反対も考え至らずと。これはちょっと意味わかんないですけど。ということです。じゃあ今日は金曜日ですね。今日のライブはこれで、終わりです。お疲れ様でした。また明日土曜日ですね。5時をめどに、放送開始したいということですね。よろしくお願いします。お疲れ様でした。アキラさんですね。また明日。